アディージーキングさんとガールズフィッシングクラブで釣りに行ってきました。ゲストは釣り名人のハヤトさん、マサさん、まーちゃんも来てくださいました。ハヤトチャンネルさんは釣りとお料理の楽しい動画がいっぱいでおすすめです。とにかく愉快な仲間たち、楽しい釣りのイベントで笑いっぱなしです。石川ひろこちゃんのバイオリンの音色に乗せてどうぞご覧ください。はい、それでは今日から第1回目アディージーキングさん主催のガールズフィッシングクラブスタートします。そうで、初回声だまたけど、そう、じゃあ、いきますよ、せーの、ババちゃんごめん、声大きい声でもう一回大きい声で前の方でもう一回この辺でいい、あのここつないでいい、真ん中少しあの声それぐらいで歌って、ババちゃんです。チャンネル名はババちゃんの食生活教室です。よろしくお願いします。どんなことチャンネルで紹介してるんですか？食生活についての情報発信してまして、今料理動画にちょっと力入れてるところです。イエーイ、うちの有望株、有望株全然そんなことないです。そうです。マリーちゃんさんではどう、ヒロちゃんもう一回眺めに行った方がいいですか？真ん中でお願いします。大きな声で、サイドヒロチャンネルの石川ひろこです。今日はみんなサングラスなので私もサングラスにしてみました。顔出してるのに逆バージョン。普段はバイオリン弾いてます。バイオリンを釣り竿に持ち帰って頑張りたいと思いますよ。応援よろしくお願いします。石川ひろこちゃんはガールズフィッシングクラブの部長さんです。頑張ります。ガイブさん、お願いします。ハロンダイムクッキングです。よく前で大きい声この辺で映ってるのかな。サロンダイムクッキングです。釣りは初めてです。多分お魚も触れません。ビギナーズラッツクで頑張ります。楽しくなければ YouTube じゃない。はい、終わり。はい、あ、顧問の福さん、釣りクック福くまさん、男が一人でごめんなさい。になりました。トリクックスクックマンです。どうもよろしくお願いします。今日はちょっとね、初心者が多いみたいなんで、釣れるかどうかわかんないんですけども、まあ、釣れないこともあるし、釣れることもあるし、頑張っていきます。優しい、どうも。お願いします。釣り歴を、エムさんの釣り歴はどうなの？はい、釣り堀で釣ったことがあります。何回？いつも釣れて、掴めないから地面にピッてやって足で踏みました。はい、で隣のおじさんで撮ってもらいました。はい、おじさん一応言いますから大丈夫です。でもね、うちの子はね、ちゃんとね、餌もつけられるようになるまで修行が必要です。食べれるかな、お魚のご飯食べれるかな、頑張ります。はい、おばさんは釣り歴は？はなしですね。初めて。授業で釣りするんですか？面白い。可愛いですか？あ、どうですか？
これは素晴らしい。今日は暑かったですね。超プロフェッショナルで、あら、もう、マサさんです。マサさん、早くさんにもう連れて行っていただいて、今日アリジー、初めてお会いできて、皆さんとお会いできて、光栄です。楽しい釣りを本当にたくさん待ってます。ありがとうございます。教えてください。よろしくお願いします。マサさんみたいな、来てくれる本当にありがたいです。多分、サヤワトさんもね、もうすごくね、釣りが上手くて、もうパン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 釣りまくって。サヤワトさん、一言いただいていいですか？ガールズフィッシングクラブ始まるよ。イエーイ。はい。ということで、食事会になってるんで、あとアジさんのこれは何ですかね。ルーちゃん。ひろちゃん。ひろちゃん。紹介してください。これか。バーチャー。サバを。美味しそう、サバ。うん、しめサバにして。大好き。で、焼いて、あのお寿司のご飯のおにぎりにしました。夏だからちょっと傷みにくいやつと思って。これ動画にしたので、後で作り方もアップしようと思います。楽しみに見ます。よろしくお願いします。バイオリンだけじゃなくて、お料理もうまいんですよ。どうかな。本当に上手。私インスタに DM 送ったんで、よかったら見てください。お時間あるときに、前回のお店さん、ありがとうございます。ロンチャンネルさん、ありがとうございます。わかりました。皆さん、お忙しい時間にありがとうございます。くるくるさん、ありがとうございます。今までハディさんが釣りでアディ弁を作っていたのが、これから、ガールズフィッシングクラブでは女子たちが、自慢のおにぎりをいつも持ってくるということになります。そちらもお楽しみください。頑張ります。あとはもう楽しく食べればいいよ。おばちゃんのじゃあお料理。あ、ルミちゃん、ありがとうございます。あ、ルミちゃんの紹介お願いします。自分の携帯のところも見たことあるよ。ここだってね、もう一歩ここ、はい、その辺でいいです。で、俺やったもん、すいません、なんか通行人が申し訳ありません。瀬戸内フィッシングツアーズさん、こんにちは。サロン&M クッキングです。いつもありがとうございます。今日はアディファミリーガールズフィッシングクラブで釣りに来ています。初イベントです。これからどんどん活動していくので、岡山に呼んでください。遊びに行きますね。ゆめはちゃん、キスくん、りえちゃん、一緒に来ましたよ。またね。始まってんの。M さん司会者？うんうん、福さんですよ、これは。福さんとヒロちゃんとババちゃんですよ。私、私マネージャーだから。ガールズクラブ、フィッシングクラブ、初イベントとか。だいたいこれの正式名が分かんない、正式名が。なんか。はい。ん？ねえねえ、ちょっと待って。これこっち向いてるよ。え？カメラが。こうやってスライドするよ。あら、ごめんなさい、しちゃった。
ダメだ、今サングラス右から左にやればいいかな、じゃあ違う違う、これあ、そっか、あ、失礼しました、ダメだな、みんな、すみません素人だよ、素人集団だからの保険センターに座って、座ってでほら、あの、手入って、うん、エメさん、ちょっとあ、お手伝い、お箸サムネ、サムネ、はい、さんが、もう一丁いけるのかな、もう一個もあ、なんとかギリギリ入った、で、これでいけるじゃん、ゆまきしさっきの観客の袋どこやった、どうしたかね、あ、手で持ってない、あ、いや、あ、黒いやつ、黒いやつ、はい、フェイントですか、またお願いする、うん、オッケー、じゃあちょっと手伝ってくる、まだね、残ってるあのまま、まるまる。ちょっと塩がもう囲んでるから、ちょっと今ダメです。そうなんですよ、すぐ ね、あの、もうお祭っちゃうんで、今、引き込めてるんです。あ、どうぞお座りください。どうぞ、始まんないから。はい、カズさん座っていただいてもいいですか、今準備するんで、マサさんも本当本当、いや、でもなんか空っぽなんだよね、今もう始まってて、ぜひぜひ、ぜひぜひ、ぜひぜひ、
そうですね、3マス目でやっぱりバタバタと、あとまた味が3ミスコロコロと、この白が出たので、この白を見つけた、この白を見つけた、動画撮ったんですか、何やったし、あと小指で釣れたのは、カサゴと米バルって言っていない、全部違ってていいかな、全部。アディ飯できました、はい、まず一つはあ、本当にアディさん、これ何だ、信州サーモンとハラコのなんか春雨のヘルシーな冷やし中華みたいなやつできた、撤収あ、やってるやってる、あそこでやろうか、でもほらみんな混み合ってるから、違う違う、下下で、いや座ってんの、せっかくの料理がモデレーターやりましょうか、ここで、そんな腕は座ってんの、これじいちゃんが言ってたやつか、試したって言ってた、そうそう、みょうが、あのサバ、しめサバにしたやつ焼いて、で棒寿司っぽくしたんだけど、お友達のところで切ったらうまく切れなかった、今日は握りだから、あの、え、ちょっとしょっぱいかな、チャットが出ちゃった、あちらしていただいて、
出汁が効いてて美味しい。大丈夫後で見てみてください。全部活かして撮ってる。バイオリニストだよ。バイオリニスト、僕もミュージシャンだから。そうだよね。だから自分のチャンネルは自分で歌う。何やるんですか？僕ギターとかやるんですけれど、僕が作ったのを別の友達に編曲とか演奏してもらって。すごい、作曲するの。そうなんですよ。今日は演奏はしない。全部根こそぎ釣り場持って行っちゃいますからね。そんなことしたら。皆さんライブ中です。ひろちゃん誰か来てますか？ゆめはさん。ゆめはちゃん、特急料、特急料もさん。ゆめはちゃん見てるかも。見ました。私映ってる。映ってる。もうちょっとね、顔がもうちょっと。映ってる、映ってる。ゆめはちゃん、キス君、一緒だよ。サンリオ。サンリオちゃん。新種サーモンと、この子供と、冷製のキノコ。ちょっとアップで見たいです。もうちょっとアップですみたいな。はい、こんな感じですね。ちょっとアップがいい。
思う、多分いつも。あ、そこにいるのかな。あれ、もっとこっちです。お、どこから来るんだ。あ、そこら辺だってよく映ってる。はい、こんなので今からお食事しますよ。美味しそう。はい、今から鯉のお食事します。はい、今から鯉のお食事します。はい、座りましょう。これで乾杯かな。あ、そっか。じゃあ私が、どこだった、謎の入部で、そう、まあ、いて誰か一人もらってないか、ババちゃん、で、ババちゃん入んなきゃだったから、それ座れんべよ、椅子あんだから。あ、これでいい感じですね。あと肝心のアーディさん、え、俺見てんか、大丈夫。姿勢があったってたから、これ入る、入るよ、ちゃんとセットしてたから大丈夫だよ。おばちゃんがもっとっとだ、私がこれぐらい、うん、いいよ、大丈夫だよ。人生の通過点さん、ありがとうございます。来たか、しえちゃん。それでは始まってもいいかな。はい、お願いします。はい、それでは今日から第1回目、アディビーキングさん主催のガールズフィッシングクラブスタートします。それでは初回だったんです。そうで、初回声だ、またどうそう。では行きますよ。せーの、レッツフィッシング。フィッシング。ええ。ちょっと待って、ガールズフィッシングクラブ、レッツフィッシング。ありがとうございます。皆さん乾杯。第1回はコモン。そうそうそう、一生懸命頑張って釣ってくれたよ。さネギさん、ありがとうございます。シアさん、ありがとうございます。ユミハさん、さっきのマイメロ見れた？あ、部長のヒロチャンネル、石川ひろこです。よろしくお願いします。うまい、これ、はい、じゃあ、パパちゃん、じゃあいいですね、早くさん、まあ、これパパちゃん、自分のチャンネル名を言っていただけると、ババちゃんですで、チャンネル名はババちゃんの食生活教室です。よろしくお願いします。ババちゃん、ごめん、声大きい声で、もう一回大きい声で、前の方でもう一回この辺でいい、ここ少ないでいい、真ん中、少しあの声、それぐらいで映ってるよ。ババちゃんです。チャンネル名はババちゃんの食生活教室です。よろしくお願いします。どんなことチャンネルで紹介してるんですか？食生活についての情報発信してまして、今料理動画にちょっと力入れてるところです。よろしくお願いします。イエーイ、うちの有望株で。全然そんなことないです。そうです。マネージャーさん、ではどうぞ。ヒロチャンネルもう一回眺めに行った方がいいですか？チャンネルもう一回眺めに行った方がいい。真ん中でお願いします。大きな声で、サイドヒロチャンネルの石川ひろこです。今日はみんなサングラスなので、私もサングラスにしてみました。顔出してるのに逆バージョン。普段
バイオリン弾いてます。バイオリンを釣り竿に持ち帰って頑張りたいと思いますよ。応援よろしくお願いします。石川ひろこちゃんはガールズフィッシングクラブの部長さんです。イエーイ、頑張ります。じゃあ M さん、お願いします。ハロンド M クッキングです。よく前で大きい声。この辺で映ってんのかな。ハロンド M クッキングです。見えますか。釣りは初めてです。多分お魚も触れません。ビギナーズラッツクで頑張ります。楽しくなければ YouTube じゃない。はい、終わり。はい、次。あ、顧問の福さん。釣りクック福福間さん。男が一人でごめんなさい。顧問になりました。釣りクック福福間です。どうもよろしくお願いします。はい、今日はちょっとね、初心者が多いみたいなんで、釣れるかどうかわかんないんですけども、まあ、釣れないこともあるし、釣れることもあるし、頑張っていきます。優しい子もお願いします。釣り歴を、M さんの釣り歴はどうなんですか。はい、釣り堀で釣ったことがあります。何回？1回とか。いつも釣れて、掴めないから、地面にピッてやって足で踏みました。踏みちゃった、はい、で隣のおじさんで撮ってもらいました、はい、おじさん今日いますから大丈夫です。でもね、うちの部はね、ちゃんとね、餌もつけられるようになるまで修行が必要です。触れるかな、お魚のご飯触れるかな、頑張ります。はい、ババちゃんは釣り歴は？餌はもうないです。なしですね。初めて、小学生の時ちょっと授業で1回。授業で釣りするんですか。面白い。川ですか。あ、そうですね。あれは素晴らしいですね。じゃあ今日は何か釣れるといいですね。はい、今日は超プロフェッショナルで今日のあらので、もうまたさんです。すいません、早瀬さんにもう連れて行っていただいて、今日アリジーさんと初めてお会いできて、皆さんとお会いできて本当に光栄です。楽しい釣りを本当にさせてもらってます。ありがとうございます。教えてください。よろしくお願いします。またさんです。うちの部員が、ね、初心者ばかりなんで、やっぱりマサさんみたいな、来てくれて本当にありがたいです。まあ、早田さんもね、もうすごくね、釣りが上手くて、もうバン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 釣りまくってますね。早田さん、一言いただいていいですか。はい、一言お願いします。ガールズフィッシングクラブ、始まるよ。イエーイ。うちの相棒。ということで、お食事会になってるんで、あとアディさんのこれは何ですかね。ひろちゃん、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 紹介こちら、はい。これか。これはばあちゃん。サバを、美味しそう、サバ。うん、しめサバにして、あ、大好き。で、焼いて、お寿司のご飯のおにぎりにしました。夏だからちょっと傷みにくいものと思って。これ動画にしたので、後で作り方もアップしようと思います。楽しみに見ます。よろしくお願いします。バイオリンだけじゃなくて、お料理もうまいんですよ。どうかな。本当に上手。女子が働く前に女子とかね、並んでくるね。どんどん食べましょう。ヨガが。ふーちゃん。本当美味しそう。ふーちゃん。あ、拾った。ふーちゃん。はい。あ、ビ瓶がなくなって。ちょっと途中からですみません。サタンさん、ありがとうございます。リサピョンちゃんさん、ありがとうございます。リサピョンちゃんさん来てくれて、私インスタに DM 送ったんで、よかったら見てください、お時間あるときに。大丈夫か。今まで人生マイライフ地球さん、ありがとうございます。人生の通過点さん、ありがとうございます。ドンチャンネルさん、ありがとうございます。わかりました。皆さんお忙しい時間にありがとうございます。くるくるさん、ありがとうございます。今までパティさんが釣りでアディ弁を作っていたのが、これから、ガールズフィッシングクラブでは女子たちが自慢のおにぎりをいつも、持ってくるということになります。そちらもお楽しみください。
頑張ります。あとはもう楽しく食べればいいよ、うん、あとねパパちゃんのじゃあお料理しよう。ルミちゃんありがとうございます。あパパちゃん自分のご紹介お願いします。自分の携帯のところも行った方がいいよ。どこ、ね、うん、もう一歩下がる。はい、その辺でいいです。で、俺が邪魔をするから。すいません、なんか通行人が申し訳ありません。じゃあ、パパちゃんお願いします。今日はおにぎりと、こっちが、9月紹介予定の、レンコンの、梅肉炒めの副菜と、あと小魚の佃煮ですね。でこちらも、2つ今月紹介しようかと思ってますので、よろしくお願いします。で、まあ、おにぎりは、私島根県出身なので煮た米を使った、おにぎりですね。1つが赤じそを混ぜたおにぎりで、もう1つはノーマルの、おにぎりになります。硬いんだよ。よろしくお願いします。美味しそうってみんな言ってくれてる。 ありがとうございます。じゃあ食べましょう。さっきすいません、なんか黄色くて大きい通行人の方が来られてちょっと避けていただきました。今撮影中なんで、すいませんね、ちょっとあっち行っていただいていいですか。申し訳ありません。どうしましょうって感じだけど、今日これちょっとつまんでもらって、これいただこうか。新州サーモン行きます。アディソン、新州サーモン味濃いですね。美味しいですよ。夏に最高。アルザメはまずい。アルザメはちょっと硬い。なんだろう、茹でが甘かった。アディソンの新州サーモンとのアディソン、いただきます。サラダに、あ、ちょっとすいません、撮影中なんで申し訳ない。それうちのおにぎりなんで、あげるからあっち行ってて。美味しいですね。美味しいね。うん。すっごい。かけちゃった。うん、すごい。でも春雨、春雨はね、大丈夫。食べてると嫌になる。え、顎鍛えられて。新州サーモン美味しいよ。これ持ってきたやつですか？これ冷蔵。冷蔵？うん。うん、食べたい。しゅうちゃんのシャダコ。うん。身が硬いので、なんかね、魚屋さんがびっくりした。大山鮮魚さんという人が見るときにね、身が硬くてびっくりした。ミラちゃんいただきます。身が硬くて、ちょっと締まってますね。あれ、すごいですね。漬けにしたから余計あれですね。滑らかで。あ、すごい。わさび入ってますよね。僕はアクセントが美味しいです。うん、でもね、青山さん美味しいですよ。青山さん。違うよ。でもいいです。青山さん、噛むとシャクシャクと音がビビに来ますよね。うん。新州サーモン。うん。やっぱり食べた時の表現力が素晴らしい。本当。マサさん、素晴らしいゲストですよ。うちには誰も食レポできないの。食べるだけで。食べただけでね。うん、うまいしか言えなかった。アリさん、そのおにぎりどうですか？はい。さあ、
ただきます。私大好きなの。これ食べて。もう美味しい。本当に美味しいお茶いただきありがとうございます。何も言わないでください。よかった。よろしくお願いします。これからも仲良く。ありがとうございます。これはうまい。美味しいね。うん。じゃあいただきますよ。これはお魚？サバです。サバ。でも泡が切れるような。いなかったら成り立たなかった今日の話。みんなみんな黙って食べるだけで。本当に美味しいですよ。すごい見た目がいい。サバもすごい。で手錠美味しいんだよね。美味しい。マイロさんどうも。りょうちさん。ご飯終わってからも大変です。マイロさんどこですか。ああ、糸井さんも。じゃあ行ける。りょうちさんなら。ああ、いいね。いいですね。これちっちゃい。これすごいな。そうなんですよ。これ本当に可愛い。全然違う。そう、食べてください。こっち。食べてください。すごいなんか。何枚？何枚ってなんか言ってたよ。そうそう、ミッチーがすごい押してくれてた。あ、うんうん、言ってたね。え、何枚？2枚。ちょっと。あれ？待って、止まってるかな？2枚。逃がしていい？あそこだって。あ、違う。はい、バッテリー煮たまえですね。煮たまえ。大丈夫。すごいね、これね。これ詰まりますね、味が。美味しい。やっぱ高いんですよね、煮たまえ。すっごい高いんですよ。俺、米違う。お米が違う。違いますよね。ツヤツヤしてるね。俺、お米の味が違う。そうなんですよ。食べた瞬間に、すごい。我が家これ。食べた瞬間に。分かるぐらい。食べた瞬間にお米の味が違う。まさか、魚釣り場で。この三者三様食べられるお酒はないですよ、本当に。おいしいです。すんごいこの米。大丈夫。島根のお土産も持ってきたんで、今日。ありがとうございます。大丈夫。早さん、楽しおにぎりも美味しいです。ありがとうございます。
皆さん来れてますかね。粘りもあるし。来れてるよ。これからやります。これあったんだよ。これちょっと遅いんだよな、チャットが。匂うんじゃないかな。やっぱり。マイロさん、しょうがないな。喋ってそこの前に。マイロさん用に今。ビジュが入らなくなっちゃった。どうだろう。大丈夫。大丈夫。マイロさん、急ぎが行きますから待ってて。音楽チーム盛り
上がりますこっちだから、ね、いや、バッチリこっちやってるひろこさんに言ってほしい高級ではなくて、伝わらないかもしれないけど、こんな、なんか機会があったらブラートが先生に言ってもらったのにあんなことないわ片手のこれが出てきて伸びないようにちょっと固めにしたらでも、アデさん、出汁とバランス美味しいですね、うん、さっぱりしてすごい美味しい、ね、これいいよ、食べてからでなんか、何食べてるんですよ最初に、本当になんかイタリアまで行って買ったんですよ下イタリアまで行って、マヨネーズを買ってましたね初めて、初めて野菜今何食べてるかっていうとババチャンネル紹介してください。ババちゃんです。今リーメスとひろこさんと私が持ってきたおにぎりを、食べてます。すげえな、甘いですか。飲んでみよう。ババちゃん、ありがとう。おー、楽しそうですね。あ、つぶらめさんだ。つぶらめさん、ありがとうございます。今、みんなで作ったご飯を食べてます。そうなんです、今日からガールズフィッシングクラブ釣りガール始まります。それまでどうする昼寝するそれまで報酬ごめんそれはもしかしたらなんかトラッカとかなんか釣れるかも、うん、そうだね多分ここだけ、ね、レポートしておけばね、うん、釣れます、ね、我々は釣れなくてとっても楽しいです。とっても楽しいですよ。楽しそうですね。ブラメンさん来たよ。あ、シアンさんありがとうございます。シアン姉さんおります。夜からやって、夜が釣れなくて、朝から釣れる。うなぎが釣れなかった気がした。うなぎは3回目ですね。2回やられて、1回やられて、で、ハヤさんが1回やられて、楽しんでます。で、最後の勉強して、やっとハヤさんがすごい、かなり緊張してて、何していいかわかんない。あ、結構釣れはいますよ。健康とかマイロさんのお兄様も釣りを始めたんですね。知ってないとね、分かってないけど、そういう意味では今日孫さん言ってた、そんなに頼むタイプ孫子は3回目ぐらい、うん、あ、そうだそうだそうですよね。マイロさんの動画見に行きます。お邪魔させていただくんでよろしくお願いします。今日もエイジだもんね。あれ、何分くらいだったんだ、今日は。いいよね。はい、私、サロンド M クッキングです、M さんと言われています。アディージーキングの妹 M と申します。サロンデムクッキングです。よろしくお願いします。でも釣れるぐらいの。よろしくです。でありがとうございます。ちゃんとここにいるんだから。そうそう。でも分かる。動かない。動かない。すごい釣れるし。でかいもんね。やっぱり水に向かないのもあればね、やっぱり使い分けが。
仕事しますね、アディさん。いい仕事しますね。今お食事中です。はい、シアさんお食事中で、アディさんが作ったものを、ひろこちゃんが作ってくれたサバのおむすび、焼きサバのおむすび、ババちゃんが作ってくれた煮た前のおむすびです。来たのは 何を狙ってたの？これから講習を受けて始めるんですけど、ご飯が楽しすぎてなかなか始まりません。いや、我々は絵になるから、ね、絵でも今日は障害者の人反応があるんだとか。あ、誰もいない。安明須田さん、いらっしゃいませ。今みんなで持ち寄ったご飯を食べているところです。次はこれから始めます。今日はアディージーキングチャンネルでモデレーターを務めるのはアディージーキングさんです。え？モデレーターよろしくお願いします。頑張ってだって一番いい仕事なんか抱っこしますね、ずっと一番いい仕事。似たのいっぱい撮ってるんですけどね、ちょっとあったきゃ食べて違うような似たようなの、でも味噌汁で食べてよ。あ、もう美味しいですね。美味しいですね。あれもちょっと叩いてやつを入れてて。あ、深夜さん、今お食事タイムです。これから釣りの講習会をしていただいて、これから釣りますけど、持ち寄ったご飯が美味しくてずーっとランチタイムしてます。ランチタイムですね。で、釣れるのはあの6時ちょっと前ぐらいです。で、それまでは練習ですね。深夜さんとも一緒に釣りしたいです。そうだそうだ、アジ釣り行くって言ってたね。ズボラさん、釣りはまだあの皆さんはされてたんですけど、肝心のガールズフィッシングクラブの女性はまだ
釣りしてないご飯しか食べてないご飯食べクラブご飯食べるクラブになってます。これも楽しいからね、うん、これもちょっとここの時間は長くとってあとは釣れないかな。深夜さんありがとうございます。楽しければ YouTube じゃないってキャッチフレーズでみんなで楽しくやってます。楽しくなければ YouTube ライブやるとは待ってなかったね。ルミちゃんご飯食べるクラブまたやりましょう。マジで？今見ます。え？どれ？今日やるか決めといてくださいね。一緒にどうしようかってもうアリさん決めた。20何？よかった、ありがとうございます。教えてくださってありがとうございます。また動いてた、よかった、ごめんなさい。どうしようかな、ありがとうございます。見えましたよ、うそごめん見えないけど気持ちは伝わりました。あ、わかった、多分これでもうくるくるしないと思う。うん、大丈夫。いや、ここメインもだってさっきちょっとやっぱり下げなきゃダメだね。あ、映った。ひろちゃん映った。あんたが言いなさいよ。ここ、はい。はい。はい。ああ、これ大事なもん持ったから。はい、お願いします。すいませんね。うん、アディさん、カメラマンまでやっていただいて。
八景島。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 八景に住んでたってこと。八景島が埋め立ててできてる。八景島。八景島。大きい子な。あと、下だね。さすが部長、お願いします。ちょっと、ここ全部、7本あたり全部うちのだと思う。そっから、そっから、あそこに、こういう手前で全部取る。で、それで、ね、ミスも流れが早くママちゃんの
ミッチー、これ煮た前のおにぎりです。みんな大好評ですよ、これ美味しいって言ってくれました。ミッチーおすすめの煮た前です。横ちゃん、ありがとうございます。横ちゃん、ありがとうございます。その中で結構釣ってる方が想像してます。釣れてない時間帯ないです。あれ、今参考にしてます。CDM1M11 先輩、ありがとうございます。
べるの美味しいですよ。リサピョンさん、お仕事頑張ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。マイロさん嬉しいです。仲良くしてください。絶対ついてくる。だって俺昨日夜からやってて、あいつ。たまにだよ、たまに。春で会えてたよ。それを釣るのはこうでした。誰も釣ってないで釣るんだよ。あの半分もまいちゃったってな。まくのは早いね。おまけが。で、アリさんのおまけがぐーっと向こうに行って向こうが出ちゃった。向こう流れて、こっちの方がみんな恩恵にさせられてた。ある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 。マセの大盤分だ。仲良くしていただいて。ここはなんとか私も応援していただきたい。仲良しでお願いします。ランチしてます。釣りクックフクフクマンと言います。アディティキングさんのガールズフィッシングクラブの顧問となりました。
で今みんなでランチしてますけども、この後ですね、初心者ばっかりなんで、まあ、マナーとか、まあ、今日簡単な釣り方とかそういうのをやろうかなと思ってますよ。今ね部長呼んでますから、部長さんが来ます。でも大丈夫、全然そんなこともある。入ってないよ、もう抜けてるよ。失礼ね。映ってますかね。映ってると思うんだけどな。え、止まってるんじゃ、それが調子悪いんじゃないんですか。え、うん、流れてそうですか。では部長紹介します。はい、部長こんにちは。ごめん、これもガールズフィッシングクラブの部長に任命されました、ヒロチャンネル石川ひろこです。よろしくお願いします。釣りはほとんど初心者です。でもみんな初心者だからまあいいかなと思ってます。まあ、女子に比べたらちょっとだけ経験があるので、まあ部長で妥当なところかなと。バイオリンのバイオリンを釣り竿に持ち替えて頑張ります。応援よろしくお願いします。ではババンブイン、その他全部どうぞ。軍人のパパさん、どうぞ。アピールの方、釣り具のとおにぎりも持ってきました。チャンネルの紹介もお願いします。今日は動くババちゃんを見てくださいね。あ、ババちゃんは動いてた。ババちゃん動いてた。動かないの私だった。どうぞ。
ガールズフィッシングクラブの、部員になりましたババちゃんです。チャンネル名はババちゃんの食生活教室です。で、まあ、料理動画今ちょっとやってるところで、まあ、他にもいろいろこれからやろうかなと思ってます。で今日は島根県の煮玉使ったおにぎりと、これが今月副菜の料理動画な、今月副菜の料理動画アップするんですけど、その2つを今日持ってきました。1つが小魚の佃煮と、もう1つがレンコンと梅肉。レンコンちょっと今ボリューム上げますね。はい小魚の佃煮とレンコンと梅肉の炒めた副菜を今月料理動画としてアップしますので、またよかったら見てください。で私自身釣りほとんど経験したことないので、いろいろと教えてもらいながら頑張ろうかなと思います。応援よろしくお願いします。ゆめはちゃん見てて、これがゆめはちゃん。こんにちは。こんにちは、 M です。これがキスくん、一緒に来ましたよ。見えるかな、これがゆめはちゃん。時間差で出るから。これがキスくん。あなた電話出てて、電話でしゃがってるんですか。そう、電話でね。でも後でこれえ、テレビです。連れてきたよ。後で見てね。ゆめはちゃんの。ゆめはちゃん何やってるの？今お布団込みしてて。うん。本当、お家のこと頑張ってね。ありがとうございます。はい。じゃあ、うんうん。あれですか、何時から時間なんですか？時間なんだろう。ちょっとこの5時ぐらいしたくて。お食事タイムをずっとしてる。じゃあまた見てね。あのチャット戻ってください。応援してください。ありがとうございます。で頑張ります。魚釣り一緒に連れて行っていただいて楽しい思いをさせてもらっています。ついまさと言います。あの今日はアディジーキングさんのガールズフィッシングクラブが発足しているということで初めて参加させてもらいましたけど、本当に楽しい会で羨ましい限りです。またぜひ機会がありましたら参加させてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。マサさんありがとうございます。心強いです。ハヤツチャンネルと申します。はじめまして。アディさんとはね、今年の冬に初めて釣りをさせていただいたんですけれど、謎の男ということでね、あの僕がアディさんのこと名付けちゃいました謎の男謎すぎる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頼りにしてます。ではありがとうございました。じゃあちょっとね、みんな初心者なんでちょっと釣りのマナーとかを教えますんで、こちら止まってですね。はい。教えてください。
スなのがいるとちょっと恥ずかしいですけどね。まずですね、釣りの実演をしてくださる。おー、さすがハヤトさん、ナイスです。で、釣りをするにあたってまず一番大事なのは安全、安全ですね。なんで何が危険があるかなってね、まあ、今日は、ね、公園内なんでそんなに波かぶったりしないんですけども、一応ね、竿に、針つけてそーっと投げるんですけども、針がついてるんで、で自分にも引っかかっちゃうし、人にも引っかかっちゃうんで、まあ、針の行方をしっかり見て、人がいないかというのをよく見て、で最初、スピニングリールっていうのをよく使うんだけども、リールで、今日は兄さん、右巻きだから右巻きで、それを後でね、これリールって言います。リール。これ竿って言います。で、とにかく今下げる。今これで入りました。今日はサビキ仕掛けでこういうのをつけて、コマセを、アリコマセっていうのを入れるんだけれども、少し放り投げてやらなくちゃいけないんで、まずこれを倒して、仕組みはね、倒して、こうするとね、負けなくなります。これで負けます。これは何かっていうと、ドラグって言って、大物かかった時とか引っ張られる。で、これ緩めると、緩くなって、締めると硬くなって、まあちょっと出るぐらいかなっていうところに調整してますね。これ、さっき言ったEラインって言って、これ四つ編みって言って、まあ、編んであるんですね。あと、こっちはナイロン。よくリーダーとか言いますけどね、ナイロンで。で、フロロカーボンとか、透明なやつ出てきてます。で、安全なんですけれども、もう一つはね、狭いところにたくさんの人がやると、やっぱり迷惑かけちゃったりするんで、まあ、あんまり割り込んだりしないで、で、いろいろね、ゴミがね、こういうパッケージに入ってるんで、そういうゴミは必ず持ち帰ったりとか、今日はね、後で、ゴミ拾いをやって、みんなで必ずきれいにして帰るっていうのが大事ですね。で、声をかけて、隣でやってる人がいて、まあ、距離感があるんですけども、見て、やりますけどいいですか、まあ、こんなとこだったらいいよって大体言ってくれますけど、まずは、女子部がその辺に行って、お話をして何連れてますかって言って仲良くなって隣入ってもいいですかって言ったらいいよいいよって言って、まあ兄さんとか私がそういう作戦もあるっていうことでね、今日はねサビキっていうのをやりますね。まあいろんなサビキでも何種類もあって、こうやって、こうね、上と下があるのサビキ、上と下。結び目がね、こっちこうやって向く、上向きにしなきゃいけない。パッケージから開けて、逆にやるとふわーってこれがエビに、網に、置き網に見えるやつが、これがね、ふわーってしなくなるので、まずこの方向、上と下、重りつける方向と、で、いろんな仕掛けがあって、こっちにカゴつけたりとか、こっちにカゴつけたりするんで、ビデオで出てくれたよ、ビデオで出てくれた。どうぞ。踏めながら煽って、このコマセっていうのをパラパラパラってやって、似たようなものが出てきてるんで、間違ってた。説明してんの。もう一つも。うちの天使、ようこさんでーす。これ、天使じゃないですよ。今やった
ってるのは、ごめんよ、これでしょ、これあるよ、今釣りの説明してる、2本に針がついてるから、それにああやって、ようこさん、すいません、いろいろありがとうございます。もう、それ昨日も睡眠不足で、朝起きたらおばあちゃんになってて、びっくりしたけど、うまく、コマスが効かないので、やりにくいんで、まあ、好きで、これはアディさんがピンクでやってくれたサロンドエムクッキング、はい、おさらいです。安全のためにまずどうしましょう。釣れましたよ。なんか今 T シャツ屋さんが忙しいみたいなので、早い、そのうちみんな、ヨーコさんのとか、みんなのまた作ってみたいな。ヨーコさんもピンク釣れました。さすがマサさん。いいよ、全然いいよ、もちろんですよ。やばいな。やばいな。モテモテだな。大変。ダイブで釣っちゃったよ。見て今。こうやってそうアディさんが取りつつ。トリックサビキですね、これね。トリックサビキね。こうやって、餌をですね、直接針につけて、で下にコマセも入れてってやつですね。アジ？アジ？アジじゃない。餌、網。違う違う、何が釣れたのは豆アジ。おお。油の出てうまいんだよ、小さいけどね。そうねえ、いいよね、今のは。いいタイミングで。ねこういう材ってさ、ちゃんとつけんだよ。あれがちゃんとつかないとダメなんだ。これが、なんだっけ、トリックサビ。今日はね、これしか釣れてない、ここは。ハイト君頑張らないと取れちゃったよ。マッサンのはもうあれはもうすごいですよね。え、取ったよね、ちゃんと。あまたまにも程があるって。いや持ってるよ、やっぱし。出会い頭の事故みたいなね。そう本当味もびっくりなんじゃないですか。釣った、生放送で釣ったよね。あー、じゃあ回ってきたね。ちょうどじゃあ回ってきていいかな。やった方がいいかもしんない。コモン、コモン、
魚来てるみたい。豆やし向こうからね捨てるっての頭の方から、だからあれだったら取り付くみんなでやってもらって、うん、ダンボールの中いっぱい入ってるんだよ。はいはい、分かりました。じゃあみんな用意してやりましょう。よいしょ。じゃあそこでどんどん。連れてるよって言ってもマサさんだけって言ってた。
くんわからない。よいしょ。真っ暗って気づいてって。真っ暗？真っ暗ですね。ああ、そう。じゃあ終わっちゃったのかな。いやでも、あら、聞こえますか皆さん。おか。ラジオになったかな。ラジオ？いつから？見えません。結構人いるんですけど。どうしちゃった？音だけで真っ暗ってなってるね。おお。あ、みっちゃんありがとうございます。音は聞こえるんですね。肝心なアディさんどっか行っちゃって。すいません、ちょっとアディさんが今いなくて。いい。どこ行っちゃったんだか。アディさんとアイモさんどっか。あゆめはちゃんありがとうございます。あ、青山さんもありがとうございます。アディさんがいなくてどうしたらいいかわかんないです。みっちゃんお仕事頑張ってください。お仕事頑張ってください。いってらっしゃい。ライブをやってたよ。もう声が。よいしょ。なんか画面がそう真っ暗で。今真っ暗って電話かかってきたよ。一回閉めたかな？いや、閉めてないんですよ。音だけが聞こえてるみたいで。でもこれ回ってるね。そうなんで、でも今画面がこんな感じ。遊びに来ましたが、私けど。そう、ライブ配信来たはずよ、来たはずよ。これ戻ったらじゃあ一回閉めちゃいましょう。ずっと回しっぱなしだったよ。もう一回ずれ早く。ダメだね。ダメですね。声は入ってるのかな？声は入ってる。声入ってますか皆さん。ありがとうございます。あ、青山さんありがとうございます。福さんちょっとね、どうしたんだろう、画面がダメなので、あ、じゃあ一瞬これを押して戻った、戻んない。じゃあ声だけ入ってるんで閉めますか、声だけで。ちょっとごめんなさい、画面がちょっと直らなくなっちゃったので、福マンさん閉めていただいていいですか。はい、今日はありがとうございました。声だけラジオ番組になっちゃいましたけどもね。素敵なお声。まあ今パラパラ、さあ釣りをしようかなっていうところで始まりまして、まあ周りが連れ出して夕間詰め期待できるんで、この辺はライブではなくて各自の、番組で発表ということになります。では一旦締めさせていただきます。どうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。止めなきゃ。またね。この真っ暗の中、そうそう、さあ何人来るか楽しみです。だって真っ暗だよ。それで安定してる？安定してる。真っ暗だよ。本当だよ。暗闇に味わって。もう始まってんの？あ、いいでしょ。始まってんの？もう始まってるよ。あれはもっと欲しいでやってもいいよって言わねえとな。まだ来ねえよ。本社たちよ、俺らは朝が見えてたから、うん、私たちは立ち往だから。また来たら言いにくいよ。誰が見てる？見てる？どこでわかんの？ここに人数が出るんだよ、うん、2人だ。ほんと？こんばんはって言ったら、こんばんは。誰だ？あ、3人になっちゃった。チャットが出ないんだもんね。
パッと持ってくればよかったじゃん。いいよ、遊んでた。ただひたすら、ただひたすら、わからなくて、天丼を食べる。天丼食べてるかもわかんないけど。今何食べてるんですか？天丼。美味しい？今。冷たいな。冷たい、しょうがない。今何やってるんですか？今、たたずんで。たたずんで。外で天丼食べながら。うわ、見なくなった。いいんだよ、最低時間返せよ。どっちにしもう一回車戻って。うん。なんだモバイルバッテリーと持ってこないじゃね。三脚と。なんかちょっとお腹空いてきたからいいよ、美味しい。うん、雨止んだ。ファミリールームにも何もいてないですよ。これ今、うん、ないみんな汗食ってるよ。なんかアディさんだよ。まあ言っちゃうと気使わせるし、しょうがない。自由気まま。それもしみんな誰かチャットしてたら今見れないんですか？ああ、分かった分かった分かった。あんたらで、ね、逃げた。うわ、うわ。こぼした？ああ、待って待って待って。やばい。見える見える。おっこしょ。でもこれ、ここに映るんだよ。ちゃんと。じゃあ誰も何もしてない。だって今映るんだ。ゼロ、うん、こっち開けとくわ。ヨコちゃん見て飲むんだよ。それで一人で反応してんだから。面白かったこの後ヨコちゃん。誰も見てねえなとかさ。でもライブ初めてやる人はみんなそうだよ。そうか、うん、練習だもんね。わかんねえからさ、うん、がちょっとこれ美味しい。あ、ちょっと待って。あ、うん。誰だろう。これ今食っちゃうよ。ん？あ、持ってるよ。私も見えない。あ、これ私か。どこで見えない。でもいるもん。あ、私か。面白い。あ、でもこれ後でまた流すんだよね。うん。私も。自動のアーカイブないから。そうだよね。わ、超冷え冷え。超冷え冷えだよ。だって私氷のとこに入れといたもん。あ、すげえな。でしょ？うん、あんたつないでね、うん、ゼロになってんの。ゼロになってんの、うん、へえ。なんでだ。入ってるよ、入りっぱなしだよ。1になってる。なんでこれゼロだよ。そんな、そういうことなの。そんなもん。私、今つながってるよ、この画面。うん、なってる。なんだよ。画面ってもう分かんないけど。判断に映るんだな。こうと。本当だ。あ、こうやって撮ってるか。あ、ひろちゃん。ひろちゃんだ。おい、ひろちゃん、練習しろ。練習。
ひろこちゃん M だよ。じゃあとりあえずはいいね。でも声でやろうと思って今日は。わーいってひろちゃん、ひろちゃんわーい。そうね。もうだってようこうあれができるようになったね。モバイルライブ。ひろちゃんね。うん、だから練習した方がいいんじゃない。練習するっていうの。ひろちゃんルームから誰か連れてきて。もう3って当たり前。え？天丼食ってるよ、天丼。もう、ひろこちゃんのためのライブだよ。ひろこちゃんのためのライブだよ。ほんとや。オッケー。おう。場所取ってるから、あれだよ、場所教えておいてやった方がいいよ。うんうん、あとで。OK で。あ、このひろちゃんの OK はさ、今ルームに誘いに行ったんじゃない？最近のひろこは、ちょっと壊れてるから。ひろちゃん。うん。あ、やってる。ライブ中です。あ、ほんと？メール送ってるよ、ルーム。ひろこちゃん、ありがとう。もうおるぜ。この時間は、ちやん姉ちゃんと、グレーだよ。あ、しんやさん、こんばんは。そうね、深夜さん。俺は飲んでるぞ。ひろこちゃん、ありがとう。すげえな、どんどん来るな。ね、前回の深夜さんはスタバ飲んでるだったからな。青山さん来た。仕事しかないね。あ、やつみだ。青山さん。明日休みだから。あ、じゃあ LINE すればよかった。店もやめるじゃん。深夜さん連れています？え、俺釣ってないよ。今、アディさんは竿だけ仕掛けて天丼食べてます。竿だけ仕掛けて天丼食べてます。真っ暗じゃんって青山さん。そうだよ。だって電気まずいもん、みんなつけてねえからさ。でも電気忘れちゃったの。あるの？あるの？あるんだけど、もう必死じゃねえか。真っ暗って、ひろちゃんは。真っ暗。真っ暗。目を怪しい。よーく見ると見えますよ。だってすごいもん、人。結構人が多いんですよ、今。あいつはキーニングでしょ？この幅でキーニングって言うからさ。青山さん怪しいって。変なことしてない。そんなことやったら捕まっちゃうよ。あの、周りに人がいっぱいいるんで、ちょっとなかなか変なことはできない。すごいもんね。うん、結構人がいる。今日寝ないのってひろこちゃんが心配してる。寝ないよ、だってもう早く来るもん。なんかアディさん寝ないそうですけど、どうにか、ね、寝ていただきます。昼間でっかいいんだ。みんな来たら寝るから。なんかみんなが来たら寝るから大丈夫とか言ってる。元気ですねって、しんやさん。まだ元気だよ。元気ですよ。今はまだ元気です。二人とも夜型なんで。今はまだ元気です。二人
でもうすぐ24時間うん、M ちゃん、ひろこちゃん、M ちゃん寝ないとお肌のためにも寝たい。あ、ひものさん来ました。青山さんがモデレーターしてくれてる。そうだ、みんなあれだよ、どんなカレーにするか考えてもらえないと。どんなカレーにするか考えてもらえないと、うん、まあ当日まで秘密でもいいけどな。あと誰が参戦？カレーライブに参戦する方。あ、ヨコちゃんと。ヨコちゃん。誰だ？忘れた。チャッキーさんが仕事。どうだろう、ヒュルだかな。あ、アディさんと誰が一緒なの？アディさんと誰が一緒？確かに。誰が？青山さんが、アディさんと誰が一緒にいるの？内緒。内緒って言ってますけど。青山さんの知ってる人だって言えばいい。青山さんが大好きな人ですよ。自分で言う。どうする？そうでもない。そんなでもない。ディサプラついたら。ディサプラ傷つく。青山さんもディサプラついたら。ファンだもんね。それは面白い。あ、ちゃんと M ってくれた。マネージャー青山さん正解です。ピンポンピンポン。あ、ママヨさん大丈夫か？ママヨさん多分。ママヨさんベッドからこんばんはですか？ママヨさんベッドからこんばんはですか？みんな盛り上がってる。これで見てください。ですです、ママヨさんの行動だんだん分かってきちゃったもんね。ママヨさんの行動だんだん分かってきちゃったもんね。あんた行くよ、6人か。結構、ね、ハヤトが3人で来たら笑ってる。もうすぐハヤトさんが来るかもしれない。うん、ママヨさん、釣りの場所取りで早く来ました。でも夜も釣れるそうなので、夜はタチウオが釣れる。青山さんのタチウオ美味しかった。あ、シアンさん来た。ここでかいんだよ、タチウオ。シアンさん、ゆっくりお風呂入ってください。シアンさん、ゆっくりお風呂入ってください。エムさんじゃねえよ。ようこエムさんじゃない方シアンさん。うん、じゃあ、シアン。あ、シアン姉さんか。そうそう、姉さん。アディ姉さん、アディ姉さん、ゆっくりお風呂入ってください。怖いんだろ。アディ姉さん、ゆっくりお風呂入ってください。ちょうどいいな、気温が暑くなくて。うん、風もあるからね。でも明日35度で。あ、マーボーさん。マーボー来た。マーボーさん、アディアに聞いて。はい。マーボーさん、アディアに聞いて。この暗がりで手振ってるのか。ママヨさんがね、今日はライブ祭りでしたよって。ママヨさんがね、今日はライブ祭り。みんながライブやってるって意味でしょ。うん、いいんじゃないか。みんながライブやってる。
ちょっとその時間雨に降られて天やわんやしてたね。アロハやってたんだ一応。アロハそうだ。アロハ社長そうだね。そうだった。ミツがいてんだよ。あ、パンダ劇場さんいらっしゃった。パンダ好きだ。ケンジーチャンネルさんありがとうございます。パンダ劇場さん寝る前に少し遊びに来ました。ケンジーチャンネルさんこんばんは、初めてです。どこですか？こんばんは、初めてです。どこですか？川崎の東なんだ。ここは今川崎の東扇西公園です。西公園シアンさん、明日は楽しんでくださいねって、姉さんから。ここ座らなくていいよね。いいよ、座っていいよ。だって暗闇、顔。メガネもしてないけど、まあいいや。え、メガネ？あ、メガネ、はいはいはい。どうしよう、なんか、すみません、顔見えちゃうな。こんばんは。すみません、顔見えちゃうな。こんばんは。サロンド M クッキングです。乾杯。どこだ。乾杯。すみませんでした。乾杯。なんかお仲間のハヤトさんが到着したっていう電話があって、今お迎えに行きました。アディさんすぐ戻ると思うので少しお待ちください。留守番不安。乾杯。ちなみにこっちが私が飲んでるビールで、ちなみに本物、こっちが私が飲んでるビールで、こっちがアディさんのでゼロ。私は今日は本物飲んでます。アディさんのでゼロ。私は今日はカウリングしちゃう。あ、日本酒。そう、青山さん今なんか留守番で、着物さん日本酒、ひろこちゃん泡盛り、かっこよすぎる。ひろちゃん渋い本当に。でも私まだいっぱい買い込んでしまいました。ラフティー作ったんだ。ひろこちゃんすごい。今度食べさせてください。あ、ひろこちゃん明日日焼け止め絶対した方がいいですよ。あと蚊がいて虫よけは持ってきたので大丈夫だけど、無比がなくて今かゆいです。すみません、まだ帰ってこなくて。私はお話が下手だから。あ、ママよさん寝落ちしそう、ありがとうございました。そうなんです、青山さん、ひものさん、ひろこちゃんもすごいかゆい、かんぺいちゃんみたいにかゆいです。ケンジーチャンネルさん、一緒にいっぱい飲みましょう。なんか、ごめんなさい、静止画じゃないから動きますけど、
しよう。皆さん元気ですよね。じゃあ、なんかして遊びますか？釣り企画楽しみにしてます。ママヨさんおやすみなさい。あ、ケンジさんのホルモン美味しそうですよね。ありがとうございました。ママヨさんまた。どうしよう。どうしたらいいんだろう。とりあえず飲んじゃう。あ、そうなんです。周りにあの家族連れの釣りの方もいて、お子さんもいらっしゃるんですよ。ねえ、こんな遅い時間なのに。そう、もう青山さん飲むしかない。私はもう一人で恥ずかしくって。あ、ひろこちゃんお料理しながら飲んでるんだ。あ、ケンジーさんありがとうございます。嘘を、この状態見ていて楽しんでくださってありがとうございます。アディお兄ちゃんまだ帰ってこないねえ。あ、わかった。これちょっと待って、一瞬、あれ？ほら、こんな感じ？あ、下手。こんな感じに映ってます。あ、映ってますじゃない。なんか、向こうはキラキラしてる。で、人が映っちゃダメだから、こう。ね？そうそう。結構、綺麗ですね。綺麗ですよ。これが、ありがとうございます。皆さん優しい。あ、ひものさんそうなんですね。夜釣りにライトは禁物。うすら青山さん、そうか、今のうすらしか見えないですよね。うーん、でも結構綺麗。ねえ、全然帰ってこない。困っちゃった。何、そうなんですよね、パンダさんね。あとケンジーさん何釣ってるの？夜はタチウオが釣れるそうです。でもここに来てセットして雨に降られて撤収したりまた戻ったりして、今ちょうど天丼を、やっと天丼、お弁当で買ってきた天丼を食べようとしたら、アディにお兄ちゃんはなんか急に勝手にライブを始めて、あ、帰ってきた、よかった、もう間が持たない、お願い。そう、急にライブを始めてしまったんです。びっくりですよね。もうそういう人だからしょうがないと思います。皆さんそんなアディさんについていきましょう。
何だこれ。え、そうなの？みんな飲まないの？飲まねえよ。え、なんで？そうなの？当たり前じゃねえか。なんで？ビジョビジョだ。あ、はいはい。あ、そうそう。これでどうだ。ここ？あ、よかった、見えるね。そうそう。持ってきたんだ、これ。あれ、ハヤトさん会わなかった？どうに？ハヤトさんに会いに行ったじゃん。違うよ、これずっと行ったんだよ。あ、そうなの。嘘言っちゃった、みんな。もう来るんじゃん。うん、来ると思う。あ、ちょっと待って。ひろこちゃんありがとう、嬉しい。ね、ちょっとこの暗闇に赤いライトホラー的だよ。そうだよ、キス君はお前あんな負けの分かんねえ怖いのだったからよ。これなんか色変えられるんじゃない？そうだよ。ただお前、じゃあちょっと、あーすみません、みんな映ってるからさ。あ、映ってるからね。だって夜釣りにライトしない方がいいって今誰か教えてくれたよ。ひものさんかな。これぐらいでいいかしら。これここに刺すと、あ、入んないか。ダメかね、アディさんの顔赤くて怖くないですか。なかなかいいでしょ。うん、なかなかいい。なんか遊んでるけど、ここ、ここく、あれ、え、こうやったらいいよ。すごい怖いよ、松山さんじゃねえんだからよ。赤い方がミステリーでいいかな。松山さん並みに怖いよ。なんかね、あ、このがダメだこれ。あ、パンダさんありがとうございました。ゆっくりお休みください。すみません、突然の遅いゲリラライブでありがとうございます。そう、それがアディチャンネルの悪いところ。悪いとこ、いいところ、うん、ダメだこれ使えない。でもケンジチャンネルさんもね、楽しいって言ってくださってるし。そうそう、あ、キルメスさん来た。お仕事大丈夫か。ひるめさん、こんばんは。よいしょ。これを、つないで。よいしょ。ちょっと待ってね。なんで？またどっか行っちゃった。なんか準備中です。あ、よかったです。ひものさん、再起動。あ、キリュウメさん。はい。サロンド M です。暗闇から失礼いたします。やめて。ライトやめて。おお、どうも。あ、はやとさん来たー。どうも、ばあさん。いつも、はやさんにお世話になってます。アリさんの初めてライブ中、ちょっと待って今、ハヤトさん到着です。あれ、はい、よいしょ、ハヤトさん到着です。あれ、よいしょ、どうだ、映るかな。こっち向いて、た、私こっち、俺がじゃライトをこういう風に、うん、大丈夫。ハヤトさんです。アディさん映らなきゃ。一緒に映らなきゃ。俺は。タクさんどうぞ。あ、どうも。一緒にさ。私はあんまり映りたくない。そう。あの荷物。こうこの幅で撮ったからさ。私はねこれ読み上げるから。あ、キリュウメイさんお忙しいとこありがとうございました。お仕事頑張ってください。そうじゃなくて。またね。これを上上だよな。こうやって。よいしょ。こっちに。あ、青山鮮魚さんが、隼人さんこんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。いつもほら山口がさ、お世話になります。山口から魚を送ってくれるんだ。はいはい。で、この間収益した。ああ、早かったよ。すんげえ再生回数いっててさ、
びっくりしちゃった。アディさんが仕込んだからじゃないんですか。みんなね、ここの人も千人超えたでしょ、うん、サロンドエンムクッキングです。ねえ、わかりました。何見てますか、今日。ドーナツ寿司見ましたよ。ああ、ありがとうございます。あれよね、夏のに見たし、うん、ね、2万ちょっと差し入れてる。だから何だろう、あの、障害してさ、うん、スタート一気にブワーっていって、バチほら、なんて言ったろう、検索ワードにかかんなかったじゃん、うん、で俺のところが、うん、前回の調子と汗、うん、あれやっぱし 2万、約3万いったんだ。やっぱし、ね、YouTube 広告もすごい。ああ、うん、歌もこれ。ケンジーチャンネルさんが、ハヤトさんこんばんはって。ケンジーチャンネルさん、初めての人いっぱいんですよ、今日。うん、結構いるね。はじめまして、アディージーキングス。面白い、面白い。まさかまさかの人数がどんどん増えてってさ、ああ今20人そう、ね、20人と、またどんどん増えてる。今プラスアルファ。じゃあ、あのアディファミリーに入れてる、入ってるのが20人で、20人、今やり取りしてる方が5人、6人、うん、なんだもったいないよね。いいとこまで行ってさ、なんかもう諦めてやめちゃうの、うん、青山さんがアディさんのおかげですって、1000時間超えました。だって5000時間は、6000時間、嘘、俺より再生時間いってんじゃん。6000時間じゃないけど、見えない。すごいよ、甘い朝さ、上の一番なんかこうやってやってる、はい、みんな見るみたいな、ね、20分、うん、ね、青山さん、毎日投稿されてるし、楽しいもん。すごいよね、あれね。あれ、今日、灰川くん出てたっけ朝。あ、うん、今日の最新の出てた。昨日は出てなくて、ハイカー君いなくて寂しいって送った。ダメだよ、ハイカー君仕事はされてないよ。一生懸命だから。まだ何にも来てないね、だから、うん、まだまだ、はい。今日はね、若潮です。12時がね、満潮で、潮出場だ。これから下げ、そう、これからね、下げるんですけど、潮位に変化ほんなないんで、じわっと下がる。12時を過ぎました、皆さん、こんばんは。明けましておめでとう。どうしようもねえ、そのことやってたら。タチウオも誰も釣ってなかったね、早い時間から。釣れてる感じはない。全然ね、どこも、向こうまでさ、最初見に行ったんだ。もう向こう行った。うん、いましたよ、いました。すごいでしょ。すごいですね、先端はね。ああ、テントの山だよね。ずらっとテントあってて。人いっぱいいた、あっちはね。ここはね、水深深いんで、うん、あの雨の影響っていうのはほとんどないですよね、うんうん、ほとんどない。あとはみんな朝来るっていうから、ここじっとってるのがいいやつってさ、うん、で暇だからここで飯食いながらあれライブ撮ってたら、どんどん人が来てさ。いきなり始めた。俺いつもいきなりやるからさ、結構来るよね、ライブね。アディさんの生ライブ配信にお邪魔させていただいてます。よかったです。今日はバカ、この後女性陣2人で来るからね。コメント入ってた、ありがとうございます。あ、なんか飲む、シンヤさん、ね、どうです、ハヤトさん到着しました。エムさん、なんか飲み物ある、うん、はい。アディさん、何時ぐらいにこれですか。さっき電話したじゃん、あの時だよ。あ、ほんと11時ぐらいだよね、着いたの。こう、エムさん、11時だよね、着いたの。そうですね。どちらからいらっしゃったんですか、今日は。あっちの方。あっちの方内緒の方だから。ああ、場所は内緒の方。あ、なるほどね。途中でピックアップしていただいて。ああ、なるほどね。はい。それはそれは。近かな。あ、僕もあの、この近郊ですよ。はい。でも私、もともと大田区出身なの。生まれ育ちが、ああ、そうなんですか。だからこの辺はちょっと少し土地感が。ああ、そうですか。はい。これはこの、なんだ、マリオンだっけ、うん、あの辺は仕事でずっと来てる。ああ、マリオン、うん、お車です。僕は車じゃないです、はい、あ、大丈夫ですけど。酒あるよ。はい、俺も酒、僕が酒飲むと魚が寄ってきちゃいますけど、大丈夫です。大丈夫だよ。お
きいのどっち行きますか？大きいの小さい方で、まずは、じゃあこれ私のものだ。この人もすごいからね。あ、本当ですか。はい、では皆さんご一緒に、はい、はい、よろしくお願いします。アディジーキング謎の男。アディジーキングなんかしねえけど、すげえ登録者どんどん増えてるの。やっぱちゃん広告打ったら乾杯、皆さん乾杯。一番多いですね、860人来た。広告打ったんですか？打った。で、長州長地方と朝日の前に2回打ったんだ、1日1000円だけど、はいはい、で、そこでもやっぱり2回打ったから、これは長州方バズるなと思って、長州方やったらやっぱすごかった。今でもね、1日3000ぐらいアクセスあって、うん、新しい動画よりも古い動画、うん、みんな見てる。すべては調子から始まりましたからね。だめ始まったよ。謎の男。そうそう。あの時だと30人ね。声も可愛い、ありがとうございます。お顔も褒めて。何言ってんの、映ってないから言われるよ。だってさっきちゃんと座ってたよ、そこ。だってあんた、すぐお座りしてたの。大丈夫なの、ま、た問題あるになるんじゃない。どうにかして問題あった。問題あったら知らないよ。妹だって座っとけって言ったから座ったんだ。俺が準備しに行ったんだから。座っちゃった、暗闇だから。アメコマちゃんが4キロ、はい、で、脇色のなんだ粉の、はい、あれが8キロ。青山さんも飲んでるんですか？全然足りるように途中で寄って買ってきたからさ。アリサ、餌どれぐらい持ってきたんですか？ソース、ソース、12キロ。だから巻いて、ノンアル、どかさないから。アイマさん、ノンアルはアディさんと一緒ですね。アミコマセが4キロですか？そう、アミコマセだけで。私はあるあるです。でなんだっけ、アジパワー、アジパワー、ね、アデキングね、うん、あれぐらい、そうそう、キラキラ、あれが2キロ。で、なんだ、グレなんとかってやつが4キロ、じゃあね、8キロ。アディさん、コストコじゃないんだから。車の中大変だよ。釣り場界のコストコ状態になってる。これ餌みたいに売るかなと思ったよ。で、餌や。トリックさびきが、とりあえず10個。スルートが多いから。あるある乾杯。で、俺はまた泳がせ。泳がせ。うん、専門で。みんなを写真、動画撮りながら。マサさん大丈夫ですか？あ、じゃあマサさんか。マサさん。え、マサなの？マサマサ。いや、いや、これいいんだよ。こう、うん、こう並びでいいのか。もう、撮ったんだから。ここに来て撮れるようでと思って。マサさん。はい、ここ全部と並び。やべえ、足引っかかって大変刺されてた。うん、ね、うん、ちょっともう一回、あんたライブやっててよ。椅子持ってくるから。大丈夫だろ、あんた行く？え、どっちでもいい。あ、え、私が行ってくるよ。椅子だけ。はい。アリさん、本当、よろしくお願いします。近頃、速さにくっついて、楽しい釣りさせてもらってます。もう見てて楽しいもんね。本当ですか？うん。女性の方も名前がちょっとあれですけど、よろしくお願いします。ね、何か釣って、うん、今頑張ります。M さん、そう。よろしくお願いします。サロンタイムクッキングです。よろしくお願いします。また、そう、はい。よろしくお願いします。実はなんかライブして。最近ね、特別とかあれをボールやんながらじゃ、いい全然。なんかみんながさ、やった方が面白いって言ってるからさ、失敗で出さずで言ってんだよね。ああ。危ないからだよ。今そこまでは平気だよ。ちょっと私はアディさんのお使いで車に荷物を取りに行ってきます。そうそう、俺だって何にもやんないから、これ、もうちょっとなんか
ほら誰もいないよって。え？交わった。じゃあこれで見ててください。俺横に用意して。あ、本当？見てない。あれこれやばい。これ Wi-Fi 使ってねえべ。で一回切って新しくやるから。あ、違うよ。Wi-Fi 持ってきたんだよ。どこに？あのこれに。あれですよ、これもクーラーも全部用意できた。あ、ほんとよ。これもあるし、アジさん、ほら、エビ巻きのエビねえけど、あやつさんと取ってきたんですよ。なんだ、俺、あの、なんだ、4米が使ってるマリエちゃんじゃん、うん、エビカゴ、うん、使うかなと思ったけど、いいやと思って置いてきちゃったよ。エビ巻くんで。ああ、俺はもう、今巻いても多分魚来ない。ダメだね。ちょい巻いて、最初に5、6頭巻きかごで、底巻きして、それで棚決めたあたり、巻いて、それから詰めました。それからちょこちょこまた巻きながら詰めながら。もう今日は朝飯、昼飯、全部用意してある。全部あるんですか？全部ある。マジですか？そう。女性陣が、あの、おにぎり弁当、2人作ってくるから。で、俺は、アデュ弁をまた作ってきた。何ですか？今回はすごいよ。マジですか？びっくりするような昼飯。マジで今日飯付きなんですか？そう、信州サーモンとイクラのあのなんだ、春雨そば。マジですか？そう、朝から起きて信州サーモンさ全部切って。マジですか？そう、漬け込んできた。朝飯昼飯ありですか？全部ある。マジで。そうそう、楽しみだな。もうちょっと釣りやる気が今日ほら損なわれてきましたけど、初心者の女の子たちが多いからさ、それで見なきゃいけない。で、俺手あんまり調子よくないんだよ、うんうん、だから針できてからさ、うんうん、まあ、その辺は僕がサポートしますんで、何、ね、かあったりとか。そうで、はい、ね、なんかやってくれば。そうそう、はい、もうマサはすごいですからね。え、以上向いてるとすごいよね。すごい、うなぎ半端じゃねえね。うなぎ釣れるんですよ、アリさん。ねえ、俺4回行って4回でもダメ。あ、本当ですか？この間さんのね、この間あれだよ、ザリガニでやったんだよ。あ、いいからって言うんでさ、でこのぐらいの小さいやつ、うん、で竿7本出してやったら、あればか濃い。あ、濃いね。あ、濃いとで、あれが来た、ブラックバス。あ、ブラックバス。ザリガニ大好きな魚ばっかりね。そう、やだっつって出て、あれだよ、あのハゼキとかさ、加工あんじゃん、強みするとこ、うん、そこでね、ブラックバス。ああ、マツダさん、やばいよ、マツダさん、みんなが見てるよ。いや、これ今生中継。そうだよ、生中継。これ俺はもうみんな楽しみで見ていく。そう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 、今ならほら周りの人映んないから。そう、アジさん、今日もう一人ゲスト。
どうも、はじめまして。お願いします。熊です。熊ちゃん釣り仲間です。赤です。だいぶ釣り騎士が集まりました。ねえ、やばいね。うちや生放送。そう、生放送。俺ほら最近ズバラだから編集しないで使えんじゃん、うん、ライブがやっぱしね、だいぶ僕には雲の上の話ですけどね。もう編集するのがね追いつかなくて、みんなのほら今ねやってるメンバーの見てからさ、なかなか自分でやる暇なくて、で包丁が今使えないんだ、ひどくなっちゃって、この間思わず自分の指さバックでやつを塗ってやばいと思ってもうやめちゃった、うん、もう引ける包丁切れるやつが危ないですよね。やばい、ちょっと触るだけでさバックでいくからさ。そう、俺もう3回やってんの。でもね、すごいアディさん、ね、不死身すごい良くなったって早さんも言われてて、でもこの2週間ぐらいはちょっとやばいね。あ、また季節の変わり目ですからね、ちょっと注意してください。やっぱりアジさん、魚釣って刺激をね、そう入れないと。そう でも今ね、ハヤトさんのは怖いんだね。いや、じゃあ本当にやっぱりアジさん、魚釣って刺激で、それもあるね。前回もそうだよね。来た時はすごい具合悪かったんだ、うん、で、帰る時はもうヌンヌンで帰って、そう、ウツボ釣れたからね。そう、こないだエビジあそこ行ったんだ、ナンボ、うん、ナンボで、俺が行ったらウツボ食べた、うん、いるんだけど餌つっついて逃げていくんだよね。そう、うん、で一回だけこう追ってきたら見えなくて、勝手にあげたらもうそこからダメ、うん、ダメだった。あれもやっぱり魚だから、やっぱ潮の関係とかそういうのいろいろ。あれウツボ擦れてるよね。擦れてる、擦れてる、完全に擦れてる。それもあれの差を持ちないで、あれはひどいや、ね、見えてるのにね。そうそうそう。じゃあアディさん、またよろしくお願いします。はい、やりましょう。よし、じゃあ俺も朝ですよ、アジさん。とりあえず夜は、うん、ゆっくり。だから俺もこれ竿を出してるだけでさ、取っといてくれてたってこと。そう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 。だって今俺らが来た時は倍以上いる、うん、ここはね空いてたんだ、うん、あとはもうみんな向こうはね、すごかった、うん、で、さっき30人ぐらい帰ったんだよね。みんなタチウオだって言ってたから。タチウオはね、釣れないですよ、ここは。ダメだよね。あっち行かないと。いや、向こうの人間みんなタチウオだって言ってた。ダメだって言ってるでしょ。でも全然。今ダメなんですよ。今ダメなんですよ。ね、もっとね、晩秋、秋なの。だよね、もうちょい。もっと。今でもあれでしょ、畑やってて、結構いいサイズのサバあげてるね。だから再来週27日かは畑と調子行って、アジさん、いつ帰るんですか。本当、どうしようかと思って。病院いつですか。病院ない。ないんですか。ない、病院はね、19。いや、あの、アジ、もしかしたら。今ね、考えてるんだよ。ただ、送ってやないといけない。ああ、なるほどね。じゃなかったらね、俺行っちゃおうかと思ったんで。大味連れてる。そうなんだよ。それを聞いてるからこれは行くしかねえんだと思ったんだけど、どうしてもほら女性メンバーを、ね、やっぱさ危ねえからさ、ね、送り迎えは で、ね、で何気にほらあのバイオリンやってる言葉はさ結構有名人だから、 あの テレビ埼玉の達人と言って専属で出てる。ああ、そうなんですか。ナレーターのレポーターで、もうやる気満々だよ今日。今日やる気満々。そう。お昼に来られる。来る。11時まで行きますよって言ってたから。みんな主婦なのにさ、よく来るよね、やっぱみんな。で月曜日、うん、僕午後戦予定してるんですよ。本当？そう。だからどうかな。ちょっと待ってよ。それで朝戦じゃないですよ。午後でしょ？一時。だったら間に合うな。で明日、今日か夜送るじゃん、うん、で、戻ってくればいいんだもんね。竿、うん、はあれで大丈夫。あの、この間竿は、うん、それでもいいし、うん、ただで貸してくれる。嘘、借りた方がいいな、借りた方がいいな。全部貸してくれる。どうするかな。いくらでいいの。6000円。行こう、行こう
雨大丈夫？雨降らないですね。え、明日は大丈夫だって ね。行こう。行く行く、俺行くよ。うん、で、氷とかあのクーラーボックスは用意してあるから行こう。そうですね。で、それをまたライブで撮って。アディさんご存知のように松葉サバってあるじゃないですか。ああ。松葉サバ、松葉アジ。あそこでええんだ、松葉で。松葉の橋水のところ。ああ、俺あの上のとこで野菜とか積んでたんだよ。で、松葉が上がるとトラックで呼ばれて、朝4時から。広い意味言うと、まあ、うん、その界隈ですよ。ああ、じゃあうまいな。いや、もうすごいです。最高だな。トロアジ、トロアジ。押し蹴って。あれどうした？あ、どれだけだった？もうトイレ行ったの、うん、そうだよな、これ持ってかなかったもんな。あれだよ、飲み物も持ってこした方がいいかな。ある？ま、ちょっと荷物してきますね、うん、まだある。あるあんてばいいや。今ね、決定した。何が？月曜日、はい、夕方からハイドス君と横浜から船に乗ってアジスで行ってくる。月曜日、うん、月曜日、明日、明日やったよね、明日やったよな、もう順次一回帰ってから。そうそうそう、だって横浜だもん、夕方。何だって横浜だもん。え、夕方戻ってきて、行ってくる。あっち、いや、ずっといるんだけど、大丈夫。何や、大丈夫。まだこれ生放送だよ。え、生放送中だよ。どうするかな、俺も。でも自分のところ、あのアディさんの映るようにやって、ここ今片します。これそっちでいいや。はい、何これ、いらん、え、しまい、うん、ダメだった、使えなかった。あれ、まだまだみんな見てんな。うん、見てくれてる。よいしょ、M 戻りました。よいしょ。青山さん、 Wi-Fi バリバリ絶好調ですよ。 Wi-Fi Wi-Fi って呼んでたんだ。青山さん、かわいい。それはやばいでしょ。昔ね、昔だよ。あ、ヒロちゃんも見てるよって。ひろこちゃんもね、今、うん、まだ見てるよ。ひろちゃんいっぱいいるかな。そうだね、ひろこちゃんいっぱいいる。すげえよ、まささん、すげえ準備してきてるね、うん、すごい楽しみ。よいしょ。これ Wi-Fi 繋がってんのかな。 Wi-Fi 繋がってどうやって見ればいいの。どうやってやるといいの？これ、ここでも、どうでしょう。じゃじゃじゃ、なんだよ。あ、あれ、もどこだったね。ケーキ持ってきた、持ってきた、みんなに見て、いい、うん、女性陣がいるから。じゃあ、しょうがない、あっちの男ではなし。でも、ちっちゃいのも買ったから、うん、いや、あれ、それあげる。じゃあ、3人だもん。3人だよ。大丈夫、きっと1人は甘いもんダメじゃんって言って。次はデザートタイムです。これ
ケーキ屋さんに寄ってきました。どうしようか。これさ、何も入れてくれてない。何ケーキだっけ。なんかタルトフロマージュとなんとかフロマージュっていうチーズケーキですね。すごいな、俺の頭。はい。だから、髪の毛ふさふさのイケメンに見えるって。見えない、見えない。思いっきりハゲたよ。すごいな。なかなかねえよな、このハゲ。はい。今度紹介しよう。じゃじゃん。じゃじゃん。じゃじゃん。シャインマスカットがいいんだよね。うん。チーズケーキ。そうそう。ここのケーキ美味しい。シャインマスカットとおいちごだからね。贅沢ですね。これ大丈夫かな、今週。検査あるんだよね。18、19。ああ、食べちゃってね。大丈夫かな。ここまで綺麗に食わないの無理だよ。もう寝ようか。大丈夫、大丈夫。今日いっぱいお散歩したから。雨降った、戻れ。これからあれだもんな。やんだ、行くぞってずっと。もう大丈夫でしょ。もう降ってなくて落ち着きました。もう大丈夫だよ。眩しい。これ芸能人ってこういうのを見るでしょ、ね。なんかこのレここちょっと空間があってレイアウトをおしゃれな感じにしたの。もうちゃいまずかと満足。それはいつも美味しいの食べてるから。これはシャインマスカットじゃないよ。違う。違う。緑のブドウ。ダメ。ダメ。ただの緑のブドウ。なんだっけ、ここ。ケンちゃんってあげて。でも、まずいって言ったのに名前言わないであげてよ。それは。また改めて。今度はちゃんと美味しいシャインマスカットをユムさんに渡すから。はい。これが本当じゃ。多分ね、まだ若いんだよ。あ、そうなの。うん。あんなに青くないから。ちょっと透明な感じ。違う、黄色くなる。すごいよ、なんか砂糖かじってるみたいなぐらい甘くなる。乾杯。皆さん乾杯。また酒飲んでるなんて言われるよ。すごいな。ひろちゃん寝ないと明日大変だぞ。うん、ひろちゃん明日起きれなくなっちゃうよ。魚屋さんの天丼だもん。そうだ。ひろちゃん明日8時からレッスン。ハヤトさんたちはね、まだね、あれセッティングしてる、うん、
まだ釣れる潮を止まって、今満潮で止まってっから俺たちはやんないで2時半かなんかだよね。とりあえず向こうが釣れたら向こうはほら俺らと釣るものが違うからさ、朝になったら釣りクックフクフクマンさんが来ます。朝釣り長がアディファミリーガールズフィッシングクラブの顧問です。あれはバーチャル寝てた。バーチャル寝てたもん、うん、でもそうもうね遅かったから明日にしようと思ったの、焦らせちゃうから。あそこだいつもよバーチャル寝てたから出てくるから。あそうだね、ちょっと落ち着いてから夜の方がいいのかもしれない。あっちはあっちで撮影してるから、うん、ふくちゃんは寝てる今。誰？ふくちゃん。そうだね。そう、さっき出ましたら多分寝てたよ。あ、本当。明日大変、朝早いし、うん、ちょっとこれ出てるのでいい？ケーキ完食しました。俺は小さかったもんね。誰かな、俺こんなでかでしょ。俺は小さかった。そんなことあるよ。だから大丈夫みたいに言ってたでしょ。あんたにとって 1.5 倍ぐらいやったよ。そんなことないよ、同じだ。そんなことないよ。俺は自社実績に食べたかったから自社の店だよ。で、あの他にフェンダイチョも買ったんだよ。だから大量に買ってった俺。フィナンシェ2個と、あの自社実績2個とケーキだから。そう、まだこの他にもあって、あとクロワッサン2個と。俺はクロワッサン自社の1個だよ。私クロワッサン2個買っちゃった。あの甘いやつでしょ、大きいの1個と。エムさん、女性崩れて俺に行くもんな。いつも俺より食うよね。食いしん坊だから。食べるの大好き。そうそう、じゃあもうそうそうそう、飲むのも大好き。ね、寝ないとダメだろうから。そうだね、明日があるのでそろそろお開きにしましょうか。またね、明日お昼くらいからまたライブやりますから、よろしくお願いします。今日はさようなら。おやすみなさい。よいしょ。サロンド M です。いつもご覧いただきありがとうございます。また遊びに来てくださいね。